はい、ということでですね、今ねちょっとずるーっとぐるーっと回って、走ってみましたところですけども、いや前回からのまあどっから話せばいいのかなまあね、最近このデッドニングやってて、まあ横のねこの内張り、今全面内張りがこのねドアのね内張り、トランクっていうかハッチバック部分を含め全部に、今このデジェトレックスを貼ってます。で後ろのなんかこうロードノイズが気になって、ラゲッジルームのところにレジェトレックスをこう貼って、でニードルフェイとか吸音材ね、精神剤、レジェトレックスが精神剤、音の振動をこう振動を吸収するっていうのかな、で、あと吸音材を、後ろに置いたと。で今日はその続きをね、ちょっと前回やりきれなかったんですけど、まあ見てもらったら分かると思うんですけど、前回のね、まだヘラを忘れたとかヘラがね、あれ意外となんて言うんだろう、やっぱね、こんなハサミのこう輪っかの部分でいくらこうやってもどうにもならないですよね。力入りづらいしとかで、もうあと時間がちょっとなかったのもあって、まあやめたんですよ途中で。最後までまあ8割ぐらいやってたから、でその時の、まあ、実際の感想なんですよ。まあ、前回までの感想で言えば、全然違ったんですよね。まあ、後ろからこうロードノイズっていうのかな、あれが回り込んでるなっていうのは確かに分かったんですけど、もう結構変わったんですよ。貼ってニードルフェレットを入れるだけで、あ、こんな違うんだと。やっぱ後ろからこう車っていうか、こういうワゴン系っていうのかな、トランクとラゲッジルーム、違いも多分分かると思うんですけど、ラゲッジルームって呼ばれてるものが、要は、なんだろう、つながってるやつ、トランク部分がつながってるやつっていうのかな。トランクっていうのはセダンみたいな、もう、要は移住空間っていうのかな。と、なんだ、荷物乗せるとこは別々になってるみたいな。それが、まあ、トランクらしいです。らしいです。で、もうこのラゲッジルームの場合、やっぱもう直接ね、やっぱ音が、セダンとかだとどうなのかな、あ、でも半々ぐらいなのか、後ろのタイヤがあったらタイヤ半分ぐらいから前は移住スペースなのかな、半分から後ろはトランクになるのかなっていう感じなんだけど、これ繋がってるんで、その音がねよりこう全体にこう来てた感じがしたんで、ラゲッジルームの方をちょっとやってみたら、前回でね結構違ったんですよ、こうマジで。でなかなかね、ずっと、その後雨が降って、なかなかできなくて。で、久々に、続きの作業をしたわけなんですけども。で、この続きの作業をして、さっき、ちょっとね、行ったかな?あんま変わんないだろうなって思ったんだけど、まあ、極端に変わったわけじゃないけど、一応、今はね、だってもう前回からだいぶ長く乗ってて、で、久々乗ってじゃないけど、まあ前回からね、結構、時間経ってるじゃないですか。だから今のこの、環境に慣れてるわけですよ。もうたって 1,2 週間とかじゃなくて、もう前回から結構どんぐらい経ったのかな、結構長い期間経ってますよね。その間ずっとこの状態で、で今回その追加でちょっと貼っただけです。違いましたね、意外と違った。そんなに自分の予想でそんなに変わんないっていう予定を、立ててたんですけど、あれ思ったより変わったなと。やっぱロードノイズのこのなんだろう、タイヤとね、そのアスファルトが設置するドレッド面っていうのかな、やっぱそこの部分とかで元のロードノイズの最初の部分が現れたりとか、でその振動が全部こう伝わってね、車内に入ってくるのを来ると思うんですよ。でその部分のそのやっぱタイヤの付近、今日貼ったのこの両側ってタイヤの付近なんですよ。だから、まあ多分ね、まあさらにこう、なんだろう、タイヤハウスだったかな。なんかいろいろ言おうとして、なんかちょっとごちゃ混ぜになってるんだけど、タイヤハウスでいいよね。プラスチックの黒いやつ、タイヤの周りにこう、泥よけじゃないけど、あるやつ。あれが多分まあ、後ろにもあると思うんですよ。まあ、あるか。黒かったもんね。いや、直だったかな。
いや、ちょっと待って、チョコだった気がするな。そのまま鉄じゃなかったかな、一枚に。だからかな。あれ、ちょっと待って、やべ、車高が低くてあんま見えないんですけど、これな、あの奥の方ね、確かに一枚だった気がする。車高調を変えるときに、だって鉄板1枚だったもんな、確か。ここから、これも後ろの部分なんだけど、こっからこう見ると、そこ、多分丸見えな色と思うんですけど、そのワインレッド系のね。多分もうそのまま1枚っぽいっすよね、これ見ると。あれが車高調なんで、車高調を変えたときには、確かね、1枚だったんですよね。で、そのね、さっき今タイヤがあったじゃないですか。タイヤがね、タイヤがこうあって、その周りのあの鉄ね、車内に入る側の鉄が多分ね、見た感じだったり、車高調変えた時だって1枚だったんだよね。いや、もうちょっとあるかもしれない。いや、ないよね。で、だってその1枚の鉄板なら、だってそれに貼ったら、だってロードノイズのその直にここ鉄が受けてるわけだから、貼れば貼るほど変わるよね。いや、間違ってないと思うんだよ。いや、だから違ったのかな。今日だからそのタイヤハウス、ハウスになってんのかな、あれは。ちょっと鉄の方がタイヤハウスなのかちょっとわかんないけど、そうか、今思ったらそうか。でこのタイヤのこうなって、鉄の部分ね、タイヤがここにあって、鉄の部分がこうなら、これにも要は鉄に直に貼ったなら、多分ロードノイズっていうのかな、その車内に入ってくる、だって鉄の部分直に音を受けてるわけだから、ここで止めてやれば聞くよねって話。今自分でコーヒーながら普通に納得してるっていう。いや、自分のせいで本当変わんない予定だったから、それが変わったからさ、なんでだろうみたいな。今こうやって実際に見て、あ、そういうことかみたいな。フロントはさ、あのタイヤハウスなんだよね。あのプラスチックのなんか黒い、あのなんだ、タイヤがあって、なんか泥よけじゃないけど、こうタイヤハウスって言われてる、あのプラスチックの黒い部分があって、で前に行けばそのままエンジンルームなんですよ。だからあれ取っちゃうとやばいですね。タイヤがあったらもうそのまま雨とかだってそのエンジンの方にブワーって水かかっちゃうから、だから、まあ、フロントとかはそんなもう感じなんですよ。リアはなんか鉄って感じですね、その直に。ああ、それ鉄に貼れば振動、そのね、トレッド面からこうゴーっていう振動系の音を抑えてやれば、今実際になってね、ニードルフェルトで吸音材入れるよりも絶対こっちの方が効果あると思うんですよ、自分は。でも実際にやってみてね、だってまだ ドアとかにあの吸音材入れてないんですよね。それでもだって貼るか貼らないかでも結構違ったんで、これはやっぱ優先的にまずレジェトレックスをこう貼ってった方が効果的じゃないですかね、今のところ。まあ、ちょいちょいしかやってないですけど。で、今日も、だって今日か。いや、びっくりだな。まあ、次回どうしようかな。まあ、後ろからまあ来るノイズもあるんだけど、でもね、ここが気になるんですよね。もう音軽いじゃないですか。多分ね、ここから回ってきてるのがあるんだと思う。で、この、天井とかもそうなんですけど、やっぱこの上の空間、ほら、音入ってるかな？なんかバンバンっていう。なんか虫が入ってんな。なんで11月の虫が多いの？ね、こう、この辺。なんかね、こっからなんか、どう音が回ってるかわかんないけど、この辺なんで、ね、この A ピラーとかね。この、こう、あるじゃないですか。あ、虫！この、虫めっちゃ入ってるな。見えないか。A ピラー、A、これは B ピラーね。で一番後ろが C ピラーで一応合ってるかな。C、D なのかな。コマンドがあるから。まあということで、まあ今回ねそんな感じです。でまあ今日の感想なんですけども、本当ね思ったより変わったなといったところでございます。これ多分 K だからかな。普通車だったらもう普通にタイヤハウスがあっての、多分ボディがあってのっていう感じになると思うんで、ちょっと多分状況的に違うとは思うんですけども、これはねやってみる価値あるなと。でまあ次回はこのピラー系をね、ピラーのこのこれの中に貼っていきたいなと。ここもね、このちょっともう黒いが見えないか、上と下とあるんで、この辺を貼っていけたらな。まあ多分 A ピラー B ピラーかな、
はい、もうちょっとね、今日暗くなってるんで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さんもぜひラゲッジルーム、見えないけどラゲッジルームやってみてください。以上でございます。ありがとうございました。じゃあね。